チェゲトとは、ロシア連邦における核兵器のブリーフケースである。チェゲトの名は、ロシア連邦のカバルダ・バルカル共和国内にそびえるチェゲトさんにちなんでいる。ロシア連邦の戦略核兵器の最高式及び統制を行う自動システムの数べくの一部である。ロシアの核兵器を制御する核のブリーフケースを受け取るプーチン大統領2012年の 大統領就任にあたっての引き継ぎセレモニー1980年代初頭のアンドロポフの時代に開発され、1985年3月にゴルバチョフが最高指導者となった時から運用が始まっている。このカバンはコードネームカフカズと呼ばれる特殊な通信システムとつながっており、核兵器を使用するかどうかについて決断を下すまでの間に、 政府交換とコミュニケーションを取ることを容易にすると、共に、順を追って、戦略的核兵器の指揮、統制に関わる、あらゆる人員、機関を対象とする、数べくに接続される。しかし、このブリーフケースが実際に、国防省、参謀長に命令を出せるというのが明らかな事実で、あるとは一般に考えられていない。基本的には大統領に付き従う士官がこのチェグト持ち歩く。 ロシアはソ連時代と同じくトリプルキー方式をとっているため、まず大統領がこのチェゲトに保管されたコードを国防省に送り、国防省が自身のコードと組み合わせて、それをさらに参謀長に送る。参謀長が最後のキーと合わせたコードをミサイル発射施設に送信する。このコードの伝達は参謀本部作戦総局が実行、管理を行い、 15分から20分ほどで完了すると言われている。1995年1月25日のノルウェーロケット事件では、ノルウェーとアメリカの研究者が打ち上げた観測用ロケットが誤認され、報復のためにチェゲトが使われた。これは攻撃に備えて核のブリーフケースが実際に運用された唯一の例である。ありがとうございます。